皆さん、こんにちは。ともりあらたです。今日はですね、もうとにかく成分、そして処方がすごいと思っているコスメブランドを3つご紹介したいと思いますので、最後までご覧ください。 まあ,このね、あの YouTube 動画っていうのは結構コスメのまあ処方だったりとか成分に注目していろいろねお話しすることが多いんですがそんないろいろ成分を見ている私でもあこれは本当に久しぶりにすごいものが出てきたなっていう思っているものを今日はご紹介したいんですがそしてプラスアルファ今日のやつはね全部ね通販で買えるの。だから最初私あ通販で買えるすごいものだなみたいに集めてたらあ成分もいいじゃんみたいな感じだったので題名をどうしようかなって考えたんですけれど まあすごい成分が入ってるんですけれども手軽に通販で買えるっていうものになりますのでなかなかね時間がなくて探しに行くの大変だよなんていう人はですねぜひ最後までご覧いただけると嬉しいなと思いますでは早速1つ目はこちらローーートト製薬ダーマセプトシリーズですこのグリーンと紫がクリームゴールドのものが美容液になってます これは全部 LINE で使うというよりは、お悩み別に、あの、アイテムを使い分けるというものになります。なので、化粧水とか、あと洗顔とかはご自身のを使っていただいて、で、お悩みで、まあ、どちらのクリームを使うのか、そしてどの美容液を使うのかっていうのを分けるんですよね。で、このダーマセプトシリーズっていうのは、ロート製薬が、まあ、開発しているものなんですけれども、最近ってクリニック1000枚、まあ、クリニックでしか買えない化粧品ってたくさんありますよね。それって何か いうととう市販するには刺激が強かかったりとか使い方をちょっとね考えないと逆に肌に悪影響だよっていうものが入っていることが多いので必ず医師の診断診察のもとに買ってくださいねっていうのが医療専売品だけれども正直、まあ、クリニックにそれだけで行くのは大変だしまあ皆さんねお忙しいこともあるから医療専売品と同じぐらいなんだけれども使い方が間違えないような設計を組んでるっていうコンセプトになっています。なので 成分としてはかなり高機能なんですけれども、お電話でカウンセリングができたりもするらしいので、そういったものだったりとか、あと使い方を必ず、これを使った後にこれを使いましょうみたいなやり方で、まあ、副反応を抑えてるっていう感じですね。それがね、私一番すごいなと思ったのが、こちら。ダーマセプト RXHQ セラムというクリームになってます。 これのどこがすごいかっていうと、皆さん一度は聞いたことあると思うんですけれども、美白成分であるハイドロ機能が高濃度入っているんですね。 ハイドロ機能っていうと、私たち医師もですね、まあ、色素沈着だったり、シミの治療の時に、だいたい4%から5%ぐらいの濃度の,のハイドロ機能を処方して使ってもらいます。確か2001年までは医療機関でじゃないと買えないものになってました。ただ、それ以降はですね、化粧品にも配合できるようにはなっていたんですけれども、この私たちが使う、まあ、4%から5%というのがミソでしてね、やっぱりこの4%から5%の高濃度入っていないとなかなか ピタッとシミに効くとかっていうなかなか難しいただこの4%から5%の高濃度のハイドロキノンって赤みが出やすかったりとか刺激感を受けやすいっていうことがあったんですねあともう一つ怖いのが使い続けると逆に色素沈着といってシミがもっと濃くなったりとかっていうことが起こってしまう可能性があるんですよなのでこの高濃度のハイドロキノンっていうのは大体3ヶ月ぐらい使って ったら1回やめるとか今このシミがどういう風に薄くなってるのかを判断してから使うっていうところがポイントでしたなので結構まあ海外のタイトル機能を買っちゃってシミが薄くなると思って塗ってたんだけどどん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 シミが濃くなるこれじゃ足りないのかなと思ってまたタイトル機能を塗ってまた濃くなるっていう方何人か私見たことがあるのでいい成分ではあるんだけれども効くからこそちゃんと扱わなきゃいけないものになるんですねなのののでこのロート製薬のダーマセプト ブッ、ね、ちゃけ何パーセント入ってるかっていうのは書いてはないんですが、この使い方がすごくポイントで、こちらはですね、3ヶ月使ったら必ず開けてくださいっていうふうに書いてあるんですよ。3ヶ月あの使ったらこちらのもう一個のダーマセプト RXVCE セラムっていうものに変えてくださいっていうことをきちっと最初から言って でまあ、こう購入してててもらうっていうっっい形になってるんですよ私はこれって本当に素晴らしいなと思っていて正直使い続けていいですよっていうハイドロ機能って多分まあ1%から2%ぐらいの低濃度だからこそガツンとは効かないんだけれども副作用も出にくいっていうものしっかり効果を出したいっていうパーセンテージを入れてるとしたらきちっと3ヶ月でやめて別のものを提示しなきゃいけないっていうふうに思ってたんですけどもそれをこの、まあ、ダーマセプトシリーズは ちゃんとやっててくれてるなと思いますなので、3ヶ月でやめてくださいって書いてるってことは、多分、まあ、最低でも4%前後ぐらいは入ってるんじゃないかなと思うんですね。なので、シミの治療をやっぱり医療機関ではなかなかちょっと時間がなくていけないっていう方は、こういうふうに使ってもいいのかなと思います。そしてもう一つ、やっぱりハイドロキノンって不安定な成分なんですよ。本当に美白効果は高いんですけれども、不安定なんですね。なので、私たちが結構処方する時って、冷蔵保存してくださいみたいな。 みたいな感じでお出しするんですねでもこれ冷蔵保存しなくてもいいじゃないですか通常だったらハイドロ機能って水溶性なんですよね確かなんですがこれはクリームになっていてしっかりとこの不安定な ハイドロ機能を安定化してクリームにするっていうのは確か色々見ていると多分ポリマー剤が結構入ってるのでその特殊なポリマーの処方組みをしてこう安定させてると思うんですよねで多分それはロートさんの技術だと思うのでそこも素晴らしいなと思っていますでもう一つすごいなと思ったのが、まあ、ハイドロ機能だけじゃなくてですねここにはデルタ型のビタミン E というものが入っているんですねでビタミン E っていうと、まあ、抗酸化っていう意味 イメージなんですが、年齢がいたお肌で紫外線のダメージを受けている細胞っていうのはシミを作ってくれっていうシレをたくさん出してしまうと。で、それを抑えるにはこのデルタ型のビタミン E がいいんだよっていう研究発表が出てるんですよ。もちろんハイドロ機能ほどではないんですけれども、ハイドロ機能にデルタ型のビタミン E を入れることでよりさらにシミに効果が出る。だからハイドロ機能は今あるシミをこう取り去るっていう感じで、デルタ型のビタミン E はロー 動化した細胞でこう傷ついた細胞がずっと刺激を発していて、まあ、お隣のメラニンとかにも刺激を与えているっていうそういった刺激を抑えるっていうことなのでダブルの方向性でシミにアプローチできるんじゃないかなというふうに思いますなのでちゃんと3ヶ月使ったら次はこのビタミン C に変えるっていうこのなんかプロトコルも素晴らしいなというふうに思いますもっとすごいなと思ったのが ダーマセプト RXAZA セラムなんですね。これはですね、何が入っているかというと AZA セラムでアゼライン酸が入っています。 でアゼライン酸、まあ、聞いたことある人と聞いたことない人がいると思うんですがどういった成分かっていうと皮脂の分泌抑制になりますで結構海外ではニキビ治療でもこのアゼライン酸が処方されるぐらいなんですねでも日本ではアゼライン酸が解禁にはなっていないのでニキビ治療で皮脂を抑制するっていうことって、まあ、レチノールとかがあるんですがレチノールってまあちょっと刺激が強かったりもするので使えない方もいるんですがアゼライン酸って皮脂をまあ抑制するのとあのニキビの手前のポツポツポツ っていう皮脂の詰まりそういったものもよくしてくれるんですよなのでニキビができやすい人だったりとかニキビ悩んでる人にはもうぜひぜひあとは私みたいに油でんみみたいな人で毛穴が気になってそこからニキビになりやすいところに、まあ、しっかり塗っていくっていう感じなんですねなんでもちろんお顔全体に塗るっていうよりは小鼻とか顎とか,とかっていう風になると思いますなのでこちらもですね今までだったらやっぱりこうクリニックに行って買わなきゃいけなかったようなゼラインさんもですねこうやって通販で買えるって 本当に素晴らしいいなと思います通常のニキビのアイテムにはちょっと満足がいかなかったよであとはニキビ治療もしながらどういったコスメ使ったらいいかわからないっていう人にもすごくおすすめのアイテムなんじゃないかなというふうに思います。 なので、まとめると、このダーマセプト RX っていうのは、シミがあの気になる人、そしてニキビが気になる人っていう感じで、タイプ別にまあ美容液だったりクリームを出していて、なので全部トータルで買えるというよりは、お悩みにワンアイテムをこう加えてあげるっていうような考え方なので、お悩みってクリニックで解決っていうことがもちろんなんですが、それのサポートになるブランドなんじゃないかなと思うので、よかったらチェックしてみてください。続いては、こちら。 有心酒造、ライースです。こちらが、ライースリペア、インナーモイスチャーエッセンスナンバー11。で、こちらがですね、ライースクリアセラムナンバー6になります。 ライスパワーナンバー11っていうのは、基底膜に働きかけて、基底膜から細胞が生まれ変わるのを、まあ、促してくれるんですね。で、そうすると何かっていうと、基底膜から細胞が生まれて、まあ、どんどんね、成長するにあたって、その細胞っていうのは、細胞間脂質だったりとか、セラミドを作って成長していくので、根本的に肌のこの潤い、なので乾燥感を良くするよっていうのが、このライスパワーナンバー11なんですね。で、こっちのナンバー6っていうのは、皮脂腺に働きかけて、 分泌が過剰な方には皮脂を抑制するっていうものになりますもちろん、あの、ライスパワーナンバー11もナンバー6もですね、入っている製品ってあるんですけれども、実はこれ、美容液っていうのがポイントで、まあ、お化粧水とかは結構あるんですけれども、なんか美容液タイプになっていて、濃縮じゃないんですけれども、しっかりと配合されているっていうのが、このライスのを作っているのが UC 酒造さんで、ライスパワーを開発したのはこのさん。 有心さんなんなですよ。そういったところがしっかりとナンバー11ナンバー6っていう歌って配合してるっていう感じなので一番濃く入ってるんじゃないかなと、まあ、美容液タイプですしなんか一番これがあのしっかりと入ってるんじゃないかなと私勝手に思っていますので私の使い方としては本当に私は油田民なのでここにまあナンバー6。 その他のところにはナンバー11っていう感じで、まあ、使い分けていてすごく良かったので他に真似できない成分だなと思うのでやっぱ私はライスパワーのシリーズすごく好きなので試したことない方はぜひチェックしてみてください最後がこちらボーダーコスメ VC フェイシャルローションとマルチクリーム A です この化粧水はかなり色を意識した成分が入ってるなっていうふうに思ってるのと、このクリームはですね、2種類のあまり入っていないレチノールの誘導体が入ってるので、え皆さんにご紹介したいなと思ってます。この VC フェイシャルローションはですね、まあ、おなじみのナイアシアミドとビタミン C 誘導体なので、一見、なんだ先生、いろんなところにあるのと一緒じゃないですかっていうふうに思う方も多いと思うんですが、その辺に関しては、まあ、基本的には同じだと思います。のはナアアシアミドとビタミン C 誘導体に関しては水溶性のビタミン C 誘導体のアスコルビルグルグコシドっていうものが入ってますビタミン C 誘導体っていうのはやっぱり抗酸化力が高いのでどちらかというと何かもうちょっと酸化して茶色っぽくなるような錆付きみたいなものを抑えるものだしナイアシアミドだと黒に効きますよ、ね、でもう一つこちらに入ってるのが黄くすみまあ私たち日本人っていうのは黄色くくすみやすいっていうところがあるのでその原因って何かっていうとやっぱり糖化なんですよね。 なのでこの10日を抑えてくれるような成分がですね西洋大箱種子エキスっってていいうものが入っていますこの西洋大箱種子エキスっていうのが表皮の10日ううですね糖化でちょっと黄色っぽくなってくるのを抑えてくれるっていう可能性が高いなと思いますなので茶色そして黒、まあ、黄色っていうものに対応する成分が入ってるなっていうふうに思います そしてもう一つこのクリームなんですが、これはですね、2種類のレチノールの誘導体が入ってます。レチノイン酸トコフェリルっていうものと、ひまわり種子脂肪酸レチノールというものになります。トコフェロールとはビタミン E なので、レチノールとビタミン E をダブルで組み合わせているようなレチノールになるので、レチノールの艶だったりとかハリカンプラス、まあ、トコフェロール、ビタミン E の抗酸化力が入っているっていう感じなんですね。 なので、紫外線のダメージだったり、リカ感だけじゃなくて、くすみ予防だったり、まあ、こう酸化なので、茶色っぽくなるのを抑えてくれたりということ。で、もう一つ、この、ひまわり種子脂肪酸レチノールなんですけど、ちょっとね、私も初めて聞いたんですが、これがちょっと面白くて、レチノールなんですけども、かなり低刺激性なんですよね。プラスアルファ、もちろん、まあ、ピュアレチノールじゃないので、シワ改善までは言えないとは思うんですが、肌の水分量を上げることによって、小じわだったりの 改善が期待でできるるとということもあるのでやっぱり、まあ、二種類のレチノールを入れることで、やっぱりトコフェロールとひまわり脂肪酸が入っているので、浸透のスピードがちょっと違うんだと思うんですよね。なので、レチノイン酸トコフェロールで、まあ、紫外線が当たっている時に、その、こう、酸化力を出していて、あと、ひまわり出身脂肪酸レチノールが先に行くので、神秘のダメージを守ってくれるという、二種類の誘導体が入っていることで、ちょっと浸透が違うっていうことが、同じレチノールでも違う。 アプローチをしてくれるんじゃないかなと思うのでこれもなんか成分がすごいなと思うクリームでしたいかがでしたか今日はね本当に久しぶりにはすごいなと思う成分のまあ、ブランドさんとそのアイテムをご紹介してみました気になるものがあればぜひぜひチェックしてみていただけると嬉しいですということで今日も最後までご覧いただきありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうさようなら